皆さんこんにちは、森有です。すっごいね、ここの作詞の下が荒れちゃってもう半端ないんだけど、ジャイアントババになってる。ジャイアントババ知ってる、みんな。ジャイアントババだよね、顎強いのって。アントニオ猪木か。まあ、とりあえず絶賛荒れてるのでどうしようっていう状態なんですけども、今日は口の話ではなくて髪の話をしたいと思います。森有の髪ってずっとピンクだなっていうイメージがあると思うんですけども、この十何年くらいずっとピンクなんですね。なんでピンクなのっていうところはまあ置いといて、とりあえずピンクが好きだからピンクなんですけども、今日やっていくアプリはですね、らしさっていうアプリなんですけど、提供でもなんでもないので全然気にしないで大丈夫です。はい、それでね、この画面を見ていただくと分かると思うんですけれども、シミュレーションができるんですって。あと何日かしたら髪型を変えてこようかと思うので、まあ言うてそんな変わらないと思うんですけれども、今も言うてさ、ちょっとピンクがメッシュ、ここハイライトみたいになっちゃってて、どういう色にするのかちょっとよく分かんないんですけど、とりあえずだからそれが迷いに迷ってるからシミュレーションしてみようと思って今このアプリを撮ったんだけれども、やったことないのでやってみたいと思います。シミュレーションを始める。すごいね、こういう感じで、なんか画面力が久々やったからさ、あ、すごいね、こんな感じに映るんですね。ということは私どっちかに映んなきゃいけないので、じゃあ私がこっちに行きますね。はい、ということでこっちに画面録画されてると思うんですけれども、まずはじめに下のカメラボタンで撮影するかって書いてある。じゃあ撮影します。あ、すごい、なんかいろいろ選べるんじゃん、髪型。前髪上げました。こんな感じかな、こんな感じ。キモい。ちゃんと撮るわね、こうやってね。まあ、まあ、しょうがない。それが現実だ。どういう風になるのかな、これね。ん？なに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 ？あ！気持ち悪い！ねえ、うちのおばさんにそっくりなんだけど。ちょっと見てみて。やだ、本当だ。誰それ？見てない。おばさんそのもの？やだ、ちょっとこの髪にはしないようにします。他のにしてみます。ちょっとおばさんすぎて、これもちょっと。全部おばさんなんですけど、似合う髪型かわからないね。ロングとショートとミディアムがあるので、ミディアムに当てはめていきますね。ああなんか違う、もうちょっと引きで取ればいいのか。このアプリすごいね、なんかでも提供お願いします。すごいね、でもこれちょっとなーちゃんっぽい髪型だけど、でも私は似合わないことがわかった。これさ、後ついちゃうからさ、ちょっと止め、あれかな、ほら、あるかな。なんか似合う髪型全然ない。結構いっぱいあるんですよ、候補が。なんかなんか遊びができます、こういう。で、ヘアカラー変えることができるんだ。どれがいいかな。この間の私の髪型こんな感じ。切ってもらったの。シャンパン。やっぱシャンパン系だね。ここもさ、言うてシャンパンみたいな色してるじゃないですか。今日のカラコンだったらこの色いいかもしれないけれども、ハイライトをね、今回入れようかなと思って、ここにハイライト入ってるんですけど、完成形がわからないんだけどって。いい髪型が。見当たらず。これかわいい、見て。どうだ。この私かわいくない？やっぱりエクステをつけるべきなんですね。このシミュレーションアプリ使えば結構定まるかなって思ったんですけど、ゴールが見えなかった。ねえ、すごい。私がこの髪型して、シャンパン入れて、ちょっとメイクすると、なーちゃんになった。じゃあ、ここら辺の髪型にしてみたいと思います。ちなみに今ね、言うて、ここら辺までだから髪型的にはあんま変わらないんですけど、まあ、さっぱりと、スッキリとしていきたいと思いますので、後日の私、こんにちは。はい、ということで、こんな感じになりました。はい、こんな感じです。ピンクはピンクですね。上は一応ベージュに、落ちたらベージュになるようにしていただきました。こういう感じで、こうハイライトみたいな感じでファッ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 って入れていただきました。ということで、いかがでしたでしょうか。この動画が気に入った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ベルマークの通知もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。森有でした。せーの、おつわり、バイバーイ。